野です。今回はですね、こういろんな、考えとかいろんなこう刺激があった方がアイデアとかね、浮かぶっていうことなんですけど、これ何が言いたいかっていうと、僕自身はその、これは僕のやり方なんですけれども、本を読む時っていうのはその一冊の方をねぐっとこう集中して読む時ももちろんあるんですよ。あるんですけども、普段はですね、こう10冊ぐらいカバンに詰め込んで、で、休憩する時に本を読んでるんですけど、そういう時ってもう同じ本を例えば1時間、休憩取らせてもらった時に1時間読み続けるっていうことはあんまりないんですよね。必ず、5分読んで次の本行って、また10分読んで次の本行ってとか、そういうことでその1回の休憩の中に、3冊4冊5冊ぐらいの本をこういろいろ見ていくっていうのをしてるんですね。でこれは僕がただ単に飽きっぽいっていうか飽き性であるっていうのも、それは一つあるんですよね。でもそういういろんな本の組み合わせ、しかもジャンルが違うというか、小説読んでその次に、ビジネス読んで、でその後に自己啓発の本読んでとか、いろいろ組み合わせてるわけです。いろんな本を入れてるわけです。でそうすることによって、その脳内の状態がね、こう刺激になるっていうのがあるかなと思うんですよね。一冊の本をずっと読み続けていると脳がこう固定化されてくるっていうかね、その情報に。でもいろんな情報を入れることによって、こう融合してくるんですよ。で一種の、その情報、違う情報が組み合わさると、突然それが、ひらめきになったりするのかなという気はしています。それがどこまで本当にねそういう風になってるかはわからないですけれども、ただそういういろんな情報を、あえて見るっていうことで自分の発想力が広く、発想とかそういう器とか、そういうものが広がっていくような、気がしています。で集中するときはね、集中する本当面白くて夢中になるときは同じ本をずっと読んでるときももちろんあります。だからその時々によって違うんですけれども、あんまり多すぎると、持つのが、カバンを持つのが重たくなって、大変なんですけど、でもそういうのをですね、していますね。だからいろんな情報を、取っていくっていうのは前どっかで言ったと思うんですけど、いろんな情報を入れた方が自分の中の頭の化学反応が起きやすいのかなという気はしています。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございます。